そのだけはレース展望です。この時間は6月15日水曜日の展望を行ってまいります。解説はスポーツ日本の桑原勲さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そのだけは今週は水木金の3日間開催です。まあ、ちょっとお天気がね… ああ、明日心配なんですよね。そうなんですよね。これからね、また夜ね、どれだけ降るかもちょっとわからないんでね、本当、うんはい、ババアどうなってるのかちょっとその辺、当日になって確かめてみたいですけどね、うん。そうですよね。まあ今日関西梅雨入り発表ということでね、はい、まあちょっといつもより遅い梅雨なんですけどもね。そうです、ねはい ちょうどこの時期に来てしまったなといやそうなんですよね本当ね,ねこういう時期来ると、ね、予想悩むんですよねちなみに桑原さんこの道原バ,ババアの予想というのはどうなんですかええー、ダメですねあ相性悪いんですね相性悪いですねあそうですかってことは今回の展望もかなり悩みながらこう予想された、ね、ということですねは,い、はい。それでは水曜日の展望を行ってまいりましょう水曜日は全部で十二レース行われます明日の開門時刻は十時一レースの発送は十時四十分です この時間はメインの11レース、そして1つ前の10レース、この2カード展望してまいります。まずはメインの11レース、下肢特別です。B1 クラスの1 4 0 0ル戦、メンバー10頭です。桑原さんの印、こちらです。 本命は4番のガレット・ショコラに打たれました前走 B2 勝ちで今回 B1 に最小級という形になりました、はいまあ、この条件でも,、ね、も実績は十分ですからね、うん、まあ前走に関しては、ね、勝ったときは、ね、ちょっとね妹が、ま、甘くなった点は、ね、気にはなったんですけど、はい、まあ使いながら、ね、あの状態確実に上向いてますからね、うん、まあ本来なら、ね、このクラスならもう本当自力上位といって過言ではないですからね,、うん、ねまあ今回ね、ちょっと同型の存在もあるんで でね、ちょっとその辺は厄介だとは思うんですけど、まあ、ただ、ね、このまあスピードはあるんですけが、ねまあ、決してあの控える競馬もできますから、ねすね、まあ現におととしの兵庫様枠印象ですか。はい あの時ねあの控える競馬から三着に来てますからね、うん、まあその辺はねうまいことね対処してくれると思いますし、うん、まあなんとか期待に応えてくれるんではないかと思ってますけどね、うんうん、はい今、まあ、このままこの B1 は三勝そしてオープンクラスもね、はい、勝ってるとうそうなんですよ、ね、実績倍です、ねはい、まあ八歳品番になりましたがまだまだ力があるガレットショコラ、ね、こちらを本命にされましたそして対抗が最一枠の一番のエアダンルースです中央から転入二戦目前走初戦は三着といい内容でした はいまあ、正直、ね、前走、ね、どこまでやれるのかなと思って、ねまあ、注目はしてたんですけど、まあ本当にセンスのいい走りしてましたよね、はい、まあ今回、ね、その大型馬のね叩き2走目自然と、ね、上積みは期待できますから、ねうん、まあこの枠に入ったことで、ね、うちうちロスなく立ち回れますから、ねうん、まあ本来なら、ね、逆転も期待したいところなんですけど、ねうん、まあどうしても、ね、ちょっとガレット将来に勝ってもらいたいというその願いもあるんです、ね、そ,うそうなんですよね、はいはい、でその対抗ということですね。 そして三番で評価が八番のジェッティです。まあ末足のね威力がすごいあると今ですよね、はい。そうなんですね。まあ本来ね、まあ千人の方がね、しまいは切れるんですけど。まあ最近ね、専用でもね、しっかり確実に足使えてますからね。はい、まあここね、それなりに前流れそうなんでね。うんやっぱりこの評価は下げられないですよね。もう必ずこう。 相手候補には、ね、入れておきたいそして4番手が6番のバルーボアです2走前 B 2、B2 逃げ切り勝ちがあるというまで今回は B1 に昇級しています、はいまあ、条件的には、ねまあ、そこまで、ね、気にはしなくていいと思いますね、まあ、特に前走に関しては、ね、本当同型馬が揃ってたんですよね、それに加えて、ね、57キロで、ね、1キロ背負ってましたから、ねうん、まあ結果4着とはいえ、ね、あのそこまで悲観することはなかったですからね。はい まあ今回、この B1、まあ、確かに相手は強化されているんですけれどもともとそれなりに器用に、ね、あの対応できるタイプですから、ねう,すね、うまいこと、ね、その内側へ潜り込めるような展開なら、うん、チャンスは出てくるのではないかと思っています。けどね、はい そして白三角に頭いまして、まず2番のバンローズキングスです、まあ前走 B1 戦3着と、一気に前進したという内容でした、ねはい、そうですね、まもともと力のある馬ですから、ね、ダビーバーですからね、そうなんですよ、はいでそれに加えて、まあ、今回、内枠を引き合ってたんですよね、もともとね、その宇宙長立ち回るレースがあってる馬ですからね、うん、まあこのまあいつもあの内枠は入ったとき必ず信じれるんですよ。うん、はい、はい あ、ここは抑えに入れておくということですね。そ,ですねそして、もう一頭が7番の広重サンライズ。まあ、前走はね、かなりペースも速くなって、大きく敗れてしまいました、はい。そうなんですよね。ただね、それにしても、ちょっと負けすぎかなとは思うんですよね。まあ、本来ならね、もっと上位の印を打ってもね、不思議じゃない馬なんですけど。うん ちょっとねさすがに前走が、ね、気がかりだったんでねちょっとこの評価にとどめましたね、またね、やっぱり動画でもいますからね、そうなんですよね、はいまあ、今回、吉村ジョッキーに手が戻るということになりますね、はい、まあこのレース、なんといいましょう展開ですよね。いや、そうなんですよね、はい、まあ本当ねあのガレットショコラがね、スピードを発揮してのね、逃げにる出る手もあるとは思うんですけどね。うんはい ただね外から一気に来られるとねあ<ー>まあそこでね,でね足使うのももったいないですからね,ねはい印はこの上位6頭となりましたでは11レース桑原さんの回目ご覧くださいここは3連単で4番ガレットショーから頭固定ということで,、はいでね、ここはもう頭で勝負ということで合計20点上げていただきました、はい、メインの11レース決し特別は発送時刻4時ちょうどです 続いて一つ前の準メイン10レースへと参ります C1 の特別戦1400メートルメンバー10等です桑原さんの印はこちらです本命は4番の超ワイルドに打たれました前走 C1 戦は2着でしたはいまあ前走はねあの最小級してねまああの2着にね敗れたとはいえ、ね、内容自体は良かったですからね,ーねやっぱり逃げもねあのしっかりかわしてはいますからね。はい はいまあここはねあの順当に決めてくれるんではないかと思ってますけどね、うん、はいそして対抗が10番の時の人ですまあ道ある後者というまで,ですねはいまあどれだけね雨が降るかによってねまあこの馬の評価で変わってくるとは思うんですけどまあねあの八重山とかでもね全然対応できますしね、はい、まあ今回ねあの有力どころがねそれなりにあの仕掛けのタイミングとかね難しそうなんですよね周りにとのね比較でねはい。まあそういうね形ならねまあ 鼻さえ切れれば十分しぶとく粘ってくるのではないかと思ってますけどね。うん、はい、そして3番手が最内幕の1番のデリカ鉄線です。昇給2戦目となります。はい、いまあ、前走に関してはね。あの5着に負けはしましたけど、力負けでは決してないですからね。うん、あの道中ね。ちょっとね。動きたくても動けないような形にはなってたんでね。はい、まあ,あの、本当仕掛けのね。タイミング次第でね。逆転は十分あると思います。うん、はい、そして4番手が5番のボブブラストです。 現在3連勝中と勢いがある馬ですはい本当ねこちら休み明けから3連勝でと本当ね力つけてきてますよね、うん、まあレースっぷりもね本当いいですからね、はい、まあ今回この条件に入ってどこまでやれるかちょっとね注目しておきたいとですね、うん、はい そして白三角が2頭いましてまず6番のフレームフォースです。まあ近況ずっと上位着でまとめているというまになりますね。はい。まあこちら本当に締まり確実に寄ってきますからね。あとは本当ねあの直線のさばきそこだけだと思いますね。うん、はい。はい そして9番の強司が最後の白三角となりました前走 C2 勝ちで今回小球戦です、はいまあ、こちらは、ね、とにかく立ち回り次第にはなってきますよね。はい、やっぱり基本的にやっぱり逃げた時の、ね、レースの方がやっぱ良さそうなんですよね。はい、まあそれだけに、ね、その外の時の人、うん、そことの,、ね、あの動画ダバタの兼ね合いその辺でどうなるかですけど。うん まあ、高位からでもね、まあ、競馬できないことはないですからね。ねうん、はいまあ、連候補には抑えておきたいとですね。はい、まあ、三走前、二走前も、まあ、三番手からの競馬で二着というね、はい、競馬があると、今ですね。はい、はい、印はこの上位六頭となりました。では、十レースの解目をご覧ください。え、ここは馬たんで、四番の超ワイルドは軸にして、まあ、ここは一着、二着。までが飛くるだろうと、見てるわけですね。はい、はい、ここは折り返しの十点、上げていただきました。 そして、あさっての j. R. A. 交流戦では、女性ジョッキー三名が揃い踏みと。注目のね、交流戦、ね。はいまあ、ファンにとってもね、ちょっとま、待ちに待った一戦ではないかと思うんですけどね。うんはい、今村聖誠楽、長島学、佐々木、セレクスと、はい、この3名が揃ってね、どういうレースをするのか、非常に楽しみなんです。はい。はい 以前はあの藤田七子騎士がね、相談、ね、に乗るという時にね、かなり、ねはい、多くのお客様はね、そうですね詰めかけたということもありましたけども。いええー、あさってですね、あさっての木曜日の試合レコーディどうぞご注目いただきたいと思います。はい、ここまでの解説はスポーツニッポンの桑原功さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。相談競馬は今後ご覧の日程で開催が行われます。今週は水曜、木曜がデイ競馬、金曜日がナイター競馬となっています。 来週二十三日木曜日には、八百二十メートルの重賞競争第十二回園田 FC スプリントが行われます。六月開催の園田競馬、存分にお楽しみください。